ドジャースの球団専属カメラマンを務めるジョン・スーホー氏が6日、日本時間7日自身のインスタグラムで新たな写真を公開。選手や球団スタッフ、選手の妻ら49枚もの写真を次々と紹介した。その中で大谷選手とある人物の写真が注目を集めている。大谷さんちっちゃくない？グラスノーやはりでかいな。大谷がちっちゃく見える。グラスノーの大きさに二度見した。右隣のフリードマンがめちゃくちゃ小人に見える。グラスノーも本当にイケメンだな。俳優みたい。グラスノーがマイティーソーすぎる。わらわらわら。大谷さんも193センチあるのに子供に見えてしまう。グラスノー投手に103センチ、大谷193センチ、10センチ差にしては大谷が小さく見える。10センチ以上差があるように見えるよね。みんなグラスノーの大きさにビビってて笑う。グラスノーの服装と角度もあると思うけど、大谷さんを小さく見せることができる人を久しぶりに見た。美女と野獣の野獣が人間に戻った姿にしか見えんのだが、美女と野獣のアダム王子かな。グラスノー祝福かっこいいな。シカゴへ立つ時のジャージ姿も好きすぎる。ドジャース軍団かっこよすぎるやろ。モデルさんみたいなルックス。彼女さんモデルだからかな。私服のセンスもいいよね。マジで美男美女カップル。足の長さバグってるだろ。これは加工してるのかしてないのか教えてくれ。グラスノーと大谷さん、どちらも違うタイプのイケメンで好きだわ。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。